株式会社デリシアは、長野県松本市前に本社を置き、スーパーマーケット、デリシア、ユーバレットをチェーン展開している企業である。神戸物産のフランチャイジーとして、業務スーパーの展開、モスバーガー、タリーズコーヒーのフランチャイジーとして、外食事業も行っている。アルピコ交通が属する、アルピコグループの中核企業の一つ。 東急ストアなどと8社会を設立したが脱退し、現在はオール日本スーパーマーケット協会の会員である。キャッチフレーズは地域に密着した食品スーパー。ポイントカードピコカは当社以外にも長野県内の中小企業が加盟しており、それらの店舗でも使えビザプリペイドカード機能も付加されている。長野県全域に出店している。かつては新潟県にも 店舗を展開していた。中心地方のスーパーマーケットの半分以上はアップルランドであったため、中心地方ではスーパーイコールアップルランドという構図ができており、特に松本市ではこれが顕著だった。しかし他店の進出が相次ぎ一部店舗の閉鎖もしたためこの構図も崩れつつある。また、北新地方、東新地方、 南進地方では出店はしているものの競合店が多いためこのような構図は見られないが、株式会社松屋との合併により店舗は61店舗となり、長野県内での出店数は他を引き離している。かつて、伊東洋華堂と中心地方、南進地方で共同出店を行っていた。伊東洋華堂南小本店、伊東洋華堂岡屋店、伊東洋華堂塩尻店、 伊藤洋華堂松本店、業態転換により、エスパ松本店では、食品売り場が、当チェーンとなっていたため、伊藤洋華堂のプライベートブランド商品のうち、食品系のものは販売されていなかった。また、長崎や SSV も、松田商事との共同出店を行っていた。2007年12月、指摘整理に関するガイドラインを申し出た。不採算店舗7店を閉鎖する一方、 既存店舗の改装、営業時間の延長等で収益力を強化し、アルピコグループ再建の一翼を担う。長野県内のみに店を構え、店舗数は62点。長野県内のローカルチェーンスーパーではかつて3位で、あったが2016年4月1日付で松屋を合併し、社名をデリシアに変更した。これにより、長野県内のローカルチェーンスーパーにおける売上高は、 県内最大規模となる見込みである。多くの店舗では取引先である82銀行の ATM が設置されているが一部店舗ではセブン銀行の ATM が設置されている。また、現在全店でセブンアイホールディングスの7個が利用できる。出店店舗の詳細情報は公式サイト。 https://www.delicia-web.co.jp スラッシュショップグマップ。2020万506参照。総社店宮川店安住屋店、改装前、株式会社アップルランド、株式会社松屋それぞれに存在した店舗も含む。なお、以下の業態転換は含まないわ。 店舗解体済み株式会社アップルランドのディスカウント業態プライベートブランド開発においては県内競合の鶴屋に大きく遅れを取る形になったものの平成25年から長野県産にこだわった新州育ちの開発をはじめ現在ではジャムやジュースといった加工品の新州生まれと合わせデリシア店舗に限り販売している。また加入協会の AJs の PB 暮らし良好の 販売も行っている。2019年9月より株式会社特島丸と提携し、長野県内で移動スーパー特殊丸を展開している。2021年5月現在稼働台数は15台。展開店舗一覧、アップルランド松屋合併へ、店名、デリシア最大規模2016年1月21日。 シナの毎日新聞経済面、ありがとうございます。